国は先月、航空機や管制に関する専門家らによる対策検討委員会を立ち上げ、再発防止策の検討を行っています。その後の関係者などへの取材で、事故の原因は特定されていないものの、現時点で少なくとも4つの案が検討されていることが分かりました。1つ目はアメリカの企業が研究中の最先端システム、ご侵入防止装置の導入です。 これは、サーフ A と呼ばれる衝突の危険性がある場合に滑走路上のパイロットに視覚と音声による警告をして衝突を防ぐシステムで実用化に向けて研究が進められています。他にも誤解が生じない慣性用語の検討着陸する航空機側が滑走路への誤進入を確知するシステムの導入 アラームを出すことで、管制官がご侵入に気づく仕組みづくりなどが挙げられています。一方、これらの案には導入による弊害もあり、委員会は慎重に検討を行い、夏ごろをめどに中間取りまとめを行う方針です。